まあ、手応えはいいですよね、うん、かなり、いいところまで来たかなと、まあ、そういうな感じはしますね今日はね、うん、いやいや今まで一番いいんじゃないですか、やっぱりねそのライダーの粒が揃うってことはこういうことなんですよ、うん、みんなやっぱりそれに引きずられちゃう、うん、やっぱりライダーが中心になってくれないとやっぱり周りもあの動きが悪い、うん、でないと8歳は勝てない、ですから今年は本当に大きなチャンスがあの巡ってきたなと思いますよ、うん、まあ結構8歳に向けてはいいトレーニングできたかな、まあ早く走りたいなって感じですけど、チームのためにもやっぱ自分のためにもやっぱりぜひとも優勝、まあ、5回目の優勝といいますか、吉村5回目の優勝はこう自分の手で成し遂げたいなと。I feel well prepared for the race. This will be the fifth time I've raced the Suzuka 8-hour event, so I know what to expect, and I'm looking forward to putting on a good race. I came here and stayed for 2 weeks to get a chance for my body to get used to the heat, and I'm really surprised that the temperature is lower this year.I don't know what to expect because normally every year it's hot, so it'll make the race more interesting. 調子はもうあのバッチリです。あの事前テスト2回しっかりあのこなして、あの今週のウィークに備えてあの体調も万全であの作り上げてきました。強いライダー3名と、一緒に、ま、レースできることになって、まあ、あのマシンの方も熟成してますし、まあ、あの期待して今の現時点では期待してあのしっかり、まあ、チームとしてまとめ上げて、本番臨みたいな、まあ、不安もあり、緊張もあり、まあ、期待もありっていう感じですけど、間違いなくね喜んでいただけると思いますよ、うん、内容からしてね、やっぱりね彼らのメカニックの努力、それとねライダーのねそのあの開発能力、やっぱりそういったのが今回ずいぶん結晶されてきたんだよね、あのポテンシャルは高いんですよ、うん、なんだかんと言ってもね、新型になったからってすぐね旧型のタイムがこう超えられるかって案外そうでもないんだよね、こういうものって面白いもんですよ、優勝で飾りたい、はい、第1回優勝しますからね、僕その時のメカニックだったんだから、Oh!
在4番手を走っている津田拓也選手が間もなく戻ってきます。さあ吉村チームも交換をするフロントタイヤ、リアタイヤですね、それからフロントタイヤも準備されます。津田拓也がピットロードを今駆け下りてきます。さあ今マシンが止まりました。スタンドアップされます。早いフロントリア共にタイヤの交換完了。さあそして今燃料補給が行われていきます。津田拓也選手からジョシュ・ブルックス選手に変わりました。さあ今エンジンがかかってピットを離れていきます。吉村最後のライダーチェンジのピットインが始まります。そしてその津田からジョシュ・ブルックスにライダーチェンジを行うためのピットイン。さあ準備万端、吉村ピット整っている。
さあその中津田拓也がスーッとピットロードを下ってまいります。加藤陽平監督の指示するラインで、そして今ピット前に止まりました。毎回のすごいスピーディーなタイヤチェンジ、そしてガスチャージ。最後のライダーはジョシュ・ブルックス。さあ今ピットを離れていきました。